はい、皆さんおはようございます。週末がやってきましたね。週末は何かしらやらかすというのがジェムツリージャパンですけれども、今回はですね、実際もうこのように映像を用意してたんですけれども、急遽、GTQ オリンピック追加バージョンプラス週末ポッキリヨシミチョイスシリーズプラス GTQ アウトレットパーク3つ同時開催、ごちゃごちゃにしたイベントにすることにしました。今決めました。ですのでこの、動画はまあ、実際このファンシーラウンドで、たまたまこうくくってたんですけども、くくってるということは GTQ オリンピックですよね。ファンシーラウンドになりますけど、まあ、三者三様ファンシーラウンド特集として、本来は用意してたんですけども、まあ、師匠レイちゃんピアッちゃんのですねファンシーラウンドを組んでみたのですけれども、週末がやってきてしまいましたので急遽GTQ オリンピックに変更してまずはご紹介していきたいと思います。企画イベントの説明はまた後半の方でじゃあしてみます。まずは、商品のご紹介してみたいと思います。こちらはもうすでにですね、ウェブサイトで、ご紹介済みのですね、クラウンに厚みを持たせたというこの、師匠作品のですね、シトリン 6.63 キャラですね。まあ、ちょっとあの一本こうカラーバンドのようなカラーレスの部分がこう走りますけども、基本的にはもう神々しい、輝きが前面に広がるですね、綺麗なシトリンで、まあ、このように、裏を見せるというよりも横を見せたくなるようなカットですね。こちらを今回はもうオリンピックでいっちゃいます。でこれを筆頭にですね、師匠の新作ラブラドライト 7.2 キャラ、まあ、13ミリ弱のですね大きいラウンドになります。こちらもシトリンが太陽だとすればこちらは月みたいな感じですかね。まあどちらも本当に、いい感じの輝きなんですけど、シトリンの神々しさに、とはまた違うですね、このラブラドの綺麗な輝き、こちらも試作なのでこのように、横から見せたくなるカットになってます。まあ本当にファイヤーも散らばって輝いてくれますので、この辺はかなり面白いと思います。これがオリンピックだとするとかなり面白いと思いますね。はい、で続いてもですね、師匠作品のこれも新作ですね、ブルートパーズ 7.85、まあ、こちらは10ミリ、12ミリですね。まあ、これも本当に、シトリン、ラブラドと同じ感じでですね、この中央から分散される輝き、ね、またこの淡いブルートパーズというのがまたミソなんですよね。これはね、この淡さがいい感じにきらめいてくれる、本当に、ボリュームも抜群です。はい、こちらも横からこんな感じですね。はい、で、こちらは、の3個シトリン、ラブラド、ブルドパ、この3個が師匠作品になりますね。はい、師匠の独特のですね、このカッティングのきらめき、この3つの好きなもの、ぜひゲットしていただければと思います。
はい、でここからは次はですね、師匠ではなくて、大ちゃんのグリーンクォーツ、グリーンアメジストなんて呼んだりもしますけども、グリーンクォーツ、はい、過去のオリンピックでもグリーンクォーツありましたけども、あの時はもう少し、あれですね、ファンシーカットでしたけれども、今回はファンシーラウンドで、しかも12ミリ弱の大きい大粒のですね、きらめき、味わっていただきたいと思います。まあ、勢いでオリンピックに、参加させてしまいましたけれども、なかなかこれも面白くていい日なので、今自分自身が動揺しながら喋っていますけれども、まあ、ぜひこの機会に、ゲットしていただければと思います。まあ、やっぱりこうやって横から見ると師匠とレイちゃんの違いも感じてもらえると思います。この辺の違いもですね、また見てて面白い、感じですね。はい、で、最後ちょっと一回り小さくなりますけども、ピアッちゃんのアメジストですね。はい、こちらはですね、あえて今テーブルを光らせてみてますけども、テーブルがあれだけしかないんですよね。テーブルを小さくしてあって、そのクラウンの部分にこうガードルにかけてカットがついて、多くついていってるパターンですね。これもまた、師匠やレイちゃんと違った味わいがある綺麗なアメジストになりますね。はい、どれも正直おすすめですので、本当お好みのファンシーラウンドを選んでいただけたらと思います。はい、それで、ここから、まあ、ちなみにカラーチェンジするかなと思ってペンライト当ててます。カラーチェンジというほどではありませんけど、綺麗なきらめき感じられると思います。はい、ではここから、イベントの今週末のイベントの簡単な説明ですけれども、昨日ちょっと試験的に、プレミア公開、1本動画やってみましたけれども、この後ダブル解説の最後のですねすいません、スフェン、チョンギリスフェンの話、まあ、ちょっと長い動画になるんですけども、まあ、雑談や JMH3 ジャパンのこの、方針といいますかね、そのカットに向き合う、話が詰まってますので、その辺を、まあ、プレミアで、チャットをしながら一緒にご覧いただけてはなと思って、今夜の9時半頃にちょっと設定してみようかなと、21時半頃に設定してみようかと思ってます。でそちら設定しますと、ページに、チャット欄が開放されます。ですのでお好きなコメントを投げ込んでいただくのもいいですし、今日の企画の出品時間や、予告などはその辺で僕の方から、チャットで、ご連絡してみたいと思いますので、この機会に、リマインダー設定やベルマークを設定していただいて、もちろんチャンネル登録もしていただいて、今日の予定はそのチャット欄でご覧いただけたらなとちょっと考えたところです。はい、それではまずこの動画上げて、プレミア公開の動画もですね、おいおいすぐ上げていきますので、あとはチャット欄の方をご覧いただけたらと思います。はい、それではごちゃごちゃのイベントと、夜はプレミア公開、楽しんでいただけたらと思います。はい、それではよろしくお願いします。以上です。